2代目社長のイジでございます先代の父永田隆が作った金箔が吹いても剥げない百年仏壇素晴らしい日本一の仏壇でございますこの仏壇の販売が私のライフワークでございます金箔が吹いても剥げない国産仏壇 お仏壇の販売が転職なかった後期でございます。2023年、えー、今日は6 7月の6日木曜日、今ちょうど6時3分、外はもう晴れてきましたね。今日はいい天気でございます。朝動画でございます。ありがたいことに、まずですね、えー、告知から、今日のですね、熊日新聞18面にですね、広告が入っております。であの、よかったら見てやってください。それとですね、えー、今日の3時55分から、歩け行け。 水戸黄門のテレビショッピングですね金箔が吹いてもはげない国産物団あのやっておりますからですねよかったら見てやってくださいまあ、本当にですねこのお仏壇あの先代の父長田隆和島漆器の販売職人でございますがつ作り上げた素晴らしいお仏壇実はですね昨日あのあるご縁がございまして宇土市の T 様がご来店いただいてですね T 様はあの今 あの、二代目社長様でいらっしゃいます。で、えー、農機具の販売、買取をしてらっしゃいます。で、やっぱり先代のお父様の話をしてらっしゃってですね、やっぱ、そのお父様は、農機具の販売、日本一になられたこともあるそうなんですよ。はぁ、そうですね、って。もう、やっぱもう、まあ、昭和の田中学園、農機具会の田中学園ですよね。すごいなと思いました。まあ、あの、私の父もですね、販売はすごかったです。 でまあ、あの、まあ、昨日田中さんのお話、二、まあ、代目ちのは普通なんですよね、でいろいろ先代、まあの,の知事に反発した、いろいろ、まあ、したことも私もありましたし、ですねでただ、やっぱりこう今になってみると、すごさが分かりますよね、であのこのお仏壇の,この当店で言うなら、この百年仏壇のすごさもは最近分かります、ですから、まあ、そういう形でですね、まあ、あの販売日本一、その後でですねこの二代目社長さんのも辛い気持ちも分かるんですよ。 もう,よくかりますもう天才の後を継ぐ盆栽ですから普通の人間ですからですねもうはあもうそれはもうよう気持ちは分かりますで昨日お話はさせてもらいましたただですねあの百年仏壇まああの昨日も言いましたけどですね百年仏壇はちうちの父の形見でございますってで日本一と確信しております私はですねもうやっぱ最近も漆器で特にですね輪島漆器の技術を生かして 令和の名工大坂4兄弟親方ご縁があったですね通産大臣認定の伝統工芸士でいらっしゃいますこの素晴らしい皆様方にですねあのコツ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 今手作りで作っていただいております今日本の職人さん少ないんですよそういう素晴らしい名工とご縁があったっちうのも素晴らしいですしあとこの当店、えー、のですねもう初代社長永田隆。 作り上げたこの素晴らしいお仏壇を販売していくのがですね、私のもう天職、ライフワークだと思っております。ですから、二代目社長の1 0百年仏壇販売が私の天職、ライフワークでございます。まあさっきも言いましたけどね、昨日、うとしの T 様ともお話しさせてもらいました。やっぱりあの、二代目社長大変ですね。はい、もうお互い頑張りましょう。はい。ます日本一と私は確信し 輪島漆器の技術を生かした国産仏壇自信を持って年中無休24時間電話受付アクセスできますこちらの方に電話番号今出てると思いますけどね年中無休ですから当店からお仏壇を購入いただければ私が責任を持ってですね365日元旦も営業してますからねはいあの24時間電話受付で対応いたします一生懸命この仕事を頑張っていきますので一つ皆様よろしくお願い申し上げます はいここまでこの動画を見ていただいてありがとうございます皆様の開運は10お祈り申し上げます